南アフリカ対ウェールズの試合風景東京セブンズは7人制ラグビーの国際大会であるワールドラグビーセブンズシリーズの1大会である。日本で開催される7人制ラグビーの国際大会は1995年から1999年まではカンタベリージャパンセブンズ国際大会2000年からはイブセブンズワールドシリーズの ワールドセブンズ東京として開催されていたが2001年をもって終了した。2016年よりオリンピックで7人制ラグビーの採用が決まったのを受け10年ぶりの国際大会として東京セブンズとして新設され2011年4月16.17日に第1回が秩父の宮ラグビー場で開かれることが決まったが 東日本大震災により大会中止が発表された。2012年、イブ主催、HSBC ワールドラグビーセブンズシリーズの一戦として3月31日から4月1日にかけて、七分宮ラグビー場で開催された。イブセブンズワールドシリーズとしては2001年以来の日本開催である。なお2015から2016シーズンは、イブセブンズワールドシリーズから外れた。 ありがとうございます。